この度はボスが大変なことになって、ゆえさんもさぞ心痛のことだろう。だが襲われた現場にはガイがいたそうじゃないか。なのになんであんなことになったんだ。あんた護衛として失格じゃないか。起きてしまったことは仕方がないとして、ともかくボスの容態を知りたい。復帰はできそうなのか。率直に言うと復帰は無理だろう。意識が戻る可能性は低いと聞いている。つまり次の会長を決めなければいけないということでいいのか。いや、降下会は私が継ぐ。なんだって。どういうことだ。なるほど、そういうことだったか。あんたが四社王に近づいたのはこうやって豪華会を乗っ取るためだったんだな。確かに女郎雲のような女だ。天民、言葉が過ぎるぞ。ならばあんたはこんな女のもとに着く気はあるのか。言い方が間違っていたな。ジョローグムは巣に獲物がかかるのを待っているだけだが、この女はむしろ積極的に男を喰らいに行っている。今回の暗殺もこの女の仕組んだことかもしれないぞ。元来先代が亡くなる前に当主の証である地流玉印を受け継いだのは私だ。夫の四将が降下会を継いだ後も私がずっと所持してきた。地流玉印を所持する者が降下会の当主。私はこの玉印を誰にも渡す気はない。先代がお前に地流玉印を預けたなんて話は初耳だぞ。そうだ、それに今時そんな印鑑一つで当主が決まるとかやってられねえよ。あなたが四社を後継ぎとして推したのは地流玉印の所有者が四社をだからという理屈だったな。実際にこうして所有しているのは私だ。その理屈からいくとあなたは私が後を継ぐことを否定することはできないだろう。こいつはいい。確かにその通りだ。天民、少なくともお前だけはこの女が後を継ぐことを認める必要があるな。あなたはやはり私が降下会を継ぐことに反対なのか。
支流玉院の所有権云々はどうでもいいが、今日の采配を見てる限りこの中ではあんたが一番賢そうだ。他の連中に譲られるぐらいなら俺はあんたの下につくよ。他の二人は？わかりました。支流玉院をお持ちなら仕方がない。仕方ねえ。認めてやるよ。でも乗ったのが泥船だとわかったら、俺はすぐに降りるからな。あんたに相談したいことがある。落ち着いたら電話してくれ。それでは屋敷に戻ります。表に車を回します。こんなに早くかけてくるとは思わなかったが。あんなに気になる言い方をされたのではな。で、話とは何だ？お得意の水晶玉とやらで見てみればいいんじゃないか。私の気を引くためだけにあんなことを言ったのなら、切るぞ。わかった。だが今ここでおいすると話せるわけじゃない。わかった。今晩19時半ジムサーチャーのスターターミナルで待ち合わせでどうだ。スターフェリーでナイトクルーズか。そういうことだ。わかった。それではまた後。ユエさん、はじめまして、ルクです。こっちは弟のユウ。ユウです。兄のマネージャーをしてます。兄さんへの依頼は全て俺を通してください。お前、いつから俺のマネージャーになったんだ？ただの冗談です。基本は俺が頭脳派、兄が肉体派です。顔を合わせるのは久しぶりだな、ゆえ。俺のメールは役に立ったのか？おかげでファーストラウンドは完勝だったよ。グアイ、彼が探偵の。紹介は必要ない。ルワイとは知り合いだ。
まあまあ、これで全員自己紹介が済んだってことで。それでは警備体制について話をしたい。犯人を確保するまではなるべくユウさんには外出を控えていただく。在宅時は基本2人ずつ2交代制、外出時は全員でカバーしたい。2交代の組み合わせはルク兄弟で1組、そして残りの私とライトで1組にしたい。依存のある者はいるか。そもそも俺は護衛役として呼ばれたわけじゃないんだが。そうだろユエ。ライは私の代わりに調査をしてもらうために来てもらったので、そのフォーメーションからは外してもらえないかな。在宅時は2人つく必要はないので、1人ずつ参考体制で十分だ。外出時のみ休んでいない2人がついてほしい。あらかじめ言っておくけど、こいつは簡易版なんで、それなりのセキュリティソフトが入ってたら弾かれるよ。ダメで元々だ。何か情報が得られれば儲け者というところだな。リリーです。さっきは来てくれて本当にありがとう。ところでこの人、ボスを撃った人なんだけど見覚えない？何か知ってたら教えてね。待ってる、リリー。来た来た、ビーとラオバの端末には潜入成功。でも残り2人はダメだな。メールを開封した形跡すらつかめない。2人に仕掛けられただけで上出来だ。情報はいつから取れる？あまり一度に大量に情報を送信させたら気づかれるから、メールはタイトルと送受信アドレス、画像はサムネイルをちょっとずつ送信させる仕組みになってる。なるほど。それで気になるものがあったら詳細を取り寄せると。そういうこと。まあ最初は解析には時間がかかるだろうから、のんびり待ってて。そういえば今日幹部との会合で天民から女郎雲と呼ばれたんだ。なんだって？私は真っ先にラウのことを思い出したよ。これは偶然だと思うか？ラウ？私の元雇い主の刑事だ。私のことを女郎雲と呼んでいた。私とライにとって因縁の深い男だ。その男と天民が通じてるっていうのか？それはありえない。ラウはもう死んでいる。ただラウには確か同じ刑事の兄がいたはずだ。そっちの消息は知らないが、調べてみる必要はあるかもしれないな。わかった。ラウの兄の動向について昔のツテを使って少し調べてみるよ。無茶はするなよ。これからちょっと出かけなければいけないんだが。夕食？そういえばぼちぼち空腹だな。もちろん食事もしてもらって構わないが、ゴーと約束があってね。
ゴート？なんでまた？なんか心配だな。罠じゃないの？どこで会うことになっているんだ？スターフェリーでナイトクルーズでもしようと考えている。シンフォニーオブライツァ？いいな、俺一度乗ってみたかったんだ。なるほど、それなら乗客だけ警戒しておけばいいし、どうにかなるだろう。そういうこと。ただルクたちがすぐ隣で控えているとさすがにゴーも喋りにくいだろう。二人には乗客に紛れて少し離れたところで待機してほしい。俺は構わないよ。兄さんはどう思う？わかった。ただ十分警戒してくれよ。もチケット4人分予約しちゃうよ。お前遊びに行くんじゃないんだぞ。シンフォニー・オブ・ライツツアーとは晴れ込んだな。サバトにはふさわしいだろ。仮にも旦那が虫の息だっていうのに、病室についてるでもなく他の男とナイトクルーズとはあまり褒められたものじゃないと思うがな。そばについていればよくなると言うならいくらでもそばについているよ。だが夫には回復の見込みがない。そして私は高架界の当主としてあなたのような連中の手綱を引かなきゃいけない。何より私は夫を狙った相手を許す気はない。地の果てまでも追いかけて地獄に送るつもりだ。病室にこもってる暇はない。そんな嫌味を言うために私を呼んだのなら今すぐ帰るが。分かった。仮にも呼び出した方が言うセリフじゃなかったな。すまなかった。で、相談とは？それなんだが、あんた、シンを知ってるな？あいつはここ2週間ほど家に戻っていない。友人のところにでも行ってるのかと思ってたんだが、あいつのスマートフォンが昨日見つかったんだ。どこかに落ちていたのが奇跡的に警察に届けられたらしいんだが、この LINE の通話履歴はあんただろう。確かにそれは私だ。私のステージが気に入ったようで時々楽屋に遊びに来ていたから。あんたとの最後の履歴にこれからおじさんのところに行くとある。このおじさんが誰か知らないか？LINE にはおじさんとの通話履歴はないのか？一通り調べてみたが、履歴が消去されているのか見つからない。あいつが音信不通になってからもう2週間経つ。この年頃の家出なんてよくあることだと思って放っていたが、さすがにな。
心当たりはないわけでもない。ただ確証はない。まず私の方からそれとなく当たって確認するのはどうだろうか。わかった。親としては情けないが、少なくともあんたの方が真のことについては詳しいと見える。きっと俺に言えない事情もあんたは知ってるんだろう。ひとまず任せるよ。なるべく早く戻ってくるように伝えてくれ。戻ってきたらどうするつもりだ。シンはあなたとの距離の取り方を迷っている。あなたの期待に添える息子でないことに引け目を感じていて、どう接したらいいか戸惑っているんだ。あいつとどう接したらいいか戸惑ってるのは俺の方も一緒だ。あいつは俺の一言一言にいちいち傷つく。俺と違って繊細すぎるんだ。だからといって無関心を装っているだけじゃ、距離は離れていくだけだろう。あなたにとってあの子のことはどうでもいいのかと私は思っていた。そういう親を持ったのはあの子の運命なのだから。彼はそれを受け入れて自分で自分の居場所を見つけただけだ。あなたの側に彼を受け入れる覚悟がないのなら、戻ってきたとしてもまた同じことが起こってしまうぞ。痛烈だな。まさかあんたに説教されるとは思わなかったが、確かにもっともだ。受け入れる覚悟か。わかった。とりあえず無事が分かればそれでいい。すぐに戻ってこいとは言わない。ただ、今回の家出が俺に自分を顧みらせるためだったのだとしたら、その狙いは大当たりだ。俺はあいつがどうしたいのか向き合って話を聞いてみるつもりでいる。それだけあいつに伝えてくれ。そういうことは自分の口で伝えるべきじゃないかな。ともあれ、そこに彼のスマートフォンがあるのなら、私も今は彼への連絡手段はないんだ。私も心配なので、なるべく急いで確認を取ってみる。頼む。泣く子も黙る高架界の武闘派ナンバーワンもやはり人の親なんだな。シンって何歳なの？今は14歳のはずだ。14か。その年ならありがちな反抗期って感じだけどね。兄さんみたいに。ユウには反抗期はなかったのか？うちの場合、親父は叫びたりで頭がおかしくなってるし、お袋は男を作って出て行ったきりだし、反抗しようにもする相手がいなかったっていうか。それにもかかわらずグレてた兄さんは一体何に反抗してたんだろうな。うん、俺か。それは社会への反抗ってやつだ。にしても心当たりがあってもどうするつもり？スマートフォンがどこかに落ちてたって時点で俺は結構気な臭いものを感じるんだけど。私も直接現地に踏み込んで連れ戻す必要があるかもしれない。悪いが、それにも付き合ってもらえるか？高架界は児童保護のお仕事までやるのか。大変だな。まったくだ。社会福利所かっての。でもゆえさん、あんた確かに高架界の投資に向いてるよ。
昨日の刑事が来ています。リビングに通してくれ。ガイも同席してほしい。わかりました。モンコック警署のフェイだ。話を聞かせてもらいたい。ヤンの妻のユエです。お聞きになりたいことというのは何でしょう。今日は録画していないな。この通り、今のところは録音だけです。刑事さんの態度次第ですが。ともかく流走下での銃撃事件のことだが、犯人の心当たりを聞きたい。犯人は現場で死んでいますが、身元はそちらで調べているのでは。まだ分かっていないのですか。あ、いや、あっ犯人はウォンキョン、23歳チンピラだ。本人は違うが、親は高校舎の構成員。高校舎？そうだ。だが今のところ高校舎は事件の関与を否定している。特にトラブルもないのに、わざわざ波風立てることはないでしょうね。確認したいのはそこだ。本当に高架会は高校舎との間でトラブルを抱えていないのか。あちらとは微妙に活動範囲が違うので、別に仲がいいわけでもないですが、ジャンさんとの間に特に問題はありませんよ。向こうもそう言っている。なら問題ないじゃないですか。そこだよ。お前ら警察の介入を防ぐために中裏を合わせてるんじゃないのか。めっそうもない。むしろ本当に高校舎の差し金だと分かってたら、こちらの方から警察に相談してますよ。それなら他に奴に襲撃を指示した人間の心当たりはないのか。それを調べるのが警察の仕事でしょ。隠し事をするとためにならんぞ。恫喝ですか。 CAPO に通報しましょうか。お前たちだって指示した人間の正体は知りたいんじゃないのか。それはもちろんです。ですからそれについての情報があれば喜んでいただきますよ。お前たちの手で報復するためか。そういえばヤンの後をあんたが継ぐことになったらしいな。これは耳が早い。優秀な諜報員がいらっしゃるのですね。警察をなめるなよ。お前らの動きはちゃんと監視しているんだ。ま、特に情報がないというなら仕方がない。今日はこれで引き上げるが、何か分かったら必ず警察に知らせるように。そちらこそ調査をしっかりお願いしますよ。ユイさん、ちょっとまずいことになってる。来てもらえる？何があった？
このまま取引を進めて B が落札したら間違いなく捜査が入るよ。忙しいんだよ。今あなたがアクセスしている取引サイトをリロードしてくれ。あ、このサイトは警察が監視中。なんだこれ。今あなたが入札している取引先は警察のペーパーカンパニーだ。即刻取引を中止してほしい。今回の件はあんたにクリができたな。どういたしまして。今後はもっと慎重にするんだな。ありがとう。おかげで助かった。お役に立てて何より。これでこっちの方は一段落ついたみたいだし、今度はラオバンの方の調査を進めるよ。シンの居場所もわかるかもしれないし。お願いする。昨夜送ったメールには返答がないんだ。イエさん、これまずいんじゃないのかな。画像のデータを確認したけど、ラオバンのスマートフォンで撮影されたもので間違いないと思う。位置情報もついてるから、ある程度の範囲の特定も可能だけど。これ、撮影日時は？最新のものは一昨日。この写真だね。これは…ゴーの息子のシンだ。なんだって。私はシンがラオバンの家にいることを知っていたが、そのことをゴーに黙っていた。無論ラオバンにこんな侵略癖があると知っていれば黙認などしなかった。この写真の状態なら今ならまだ生きているかもしれない。すぐに助けに行く。黙っていることを駆け引きに利用した以上、シンを救い出さないと。ゴーに顔向けができない。事情は分かった。協力する。助かるよ。ゴーにも事情を伝えて一緒に保護しに行く。何か分かった。落ち着いて聞いてほしい。シンがラオバンのところに監禁されているようだ。監禁だと？どういうことだ？シンがラオバンの携帯から助けを求めてきたんだ。これからラオバンのところに踏み込むが、来れるか？わかった。あんた、シンがラオバンと親しかったことをいつから知ってたんだ？もう相当前からだ。シンはろくに話もできないあなたとの溝を
ラオバンで埋めていたんだ。そんなに前から知ってたならなぜ止めなかった。少なくとも私が知っている範囲では本当な関係だったんだ。いわば父親代わりだったよ。そこまで親しかったのか。俺は何も知らなかった。中途半端にしか関わっていなかったせいで、シンからの SOS を見落としていたんだから、私も同罪だ。きっと兆候はあったはずなのに、本当にすまなかった。いや、シンはあんたがいてくれたことでちゃんと救われてたんだと思う。 LINE の履歴を見返してそう思ったよ。そもそもあいつときちんと向き合っていなかった俺の問題だ。俺はあいつに謝らなければならない。とにかく今はシンの救出が最優先だ。無事に救出したら二人でシンに謝ろう。そうだな。誰？ゴーだ。息子を引き取りに来た。何の話だ。ここにはお前の息子などいないぞ。いないかどうか中を改めさせてもらう。拒否するなら強引に押し入るぞ。少し待ってくれ。やばい、扉から離れろ。なんておった。ヤコさん本気だな。仕方ないな。あれ持ってくるか。あんた、銃が撃てるのか。誰かとここで待っていた方がよくないか。そうだな。本当はゆえさんには車の中でゆうと待っていてほしいんだが。断る。私にはこの件について責任がある。責任者がのうのうと安全圏で待っているわけにはいかない。心配するな。自分の身ぐらい自分で守れる。でないと同行するとは言わない。なら俺がルクと先行する。あんたとユウは後ろからついてきてくれ。分かった。バックアップは任せろ。何人ぐらいいるんだろう。襲撃を予想していたわけでもないだろうし、さすがに10人もいないと思うが。あと半分ぐらいだといいがな。これで5人目。ゆえ、あんた何者なんだ。バックアップは任せろと言っただろう。
無茶をする。魔女の加護があればどうにかなると思ってね。裏口かどこかから逃げたろうか。地下があるの。そこで止まれ。止まらないとシンを殺すぞ。全員下まで降りてきて、銃をゆっくり床に置け。ゆえ、こっちに来い。これが知られた以上、逃げられるとは。だがゆえ、お前だけは道連れだ。お前のことはずっと気に入らなかった。貴様、よくも俺の息子に。こんな時だけ父親面か。父さん、やめて。何を言ってるんだ。お前はこいつをかばうつもりなのか。かばうつもりはないよ。でも何も知らない父さんにだけは口出ししてほしくない。おじさんのことはリリーさんに任せる。私はあなたを監禁し殺そうとした男を処刑する。これは私の判断で行うことだから、あなたは自責の念を持たなくていい。執行の瞬間を見る必要もない。ただあなたが今後自分を苦しめた男からの復讐に怯えることがなくなるように、それを確信できるように音だけはしっかり聞いておきなさい。チャイルドキラーとしての因果を引き受ける覚悟はできているか。覚悟ができていようがいまいが、お前の報いだ。